皆さんこんこにちはキムリンオオーディオです北海道といいますか雪国ならではの夏と冬のタイヤ交換作業シーズンとなってまいりましたえ早速でありますが嫁さんの S66‐‐ くんこのように今年はネオバではなくポテンザ RE71RS なんていうタイヤをえつけてしまいました また、えー、今後も、ちょっとこの S6 とこのポテンザ RE71RS、えー、これの、まあ、そ走行インプレッションといいますか、またあのちょっと長期テストになりますが、えーまあ、これの情報、状況などを、まあ、逐次、えー、皆さんにお伝えしていければと思っております。はいえー、僕のバルトワクス君も、えー、ついに、えー、2本目 はい。え、二本目のポテンザ RE71RS ということになりました。えっ、ー、と、そうですね。えー、これからの、まあ、今後、ちょっと長期テストということで、えー、まあ、それぞれの走行、まあ、装着時の、えー、オドメーター、走行距離ですねで。これをちょっと、あの、まあ、皆さんに、まあ、皆さんにっていうよりも、えー、今、えー、嫁さんの S660 は、8万3610キロ。 えー、ここからまあ、この、えー、ポテンザ r e 7 1 r i s がどのように、えー、終焉を迎えるのか、えー、そういったあの長期テストみたいなことを、えー、まあ、あのことあるごとに時々、えー、皆さんに紹介していこうかなと思っております。えー、まだ新品です、えー。取り付けてまだ数メーターしか動かしておりません。はい、えー、僕もこの。 道路上でタイヤ交換しましたので、えー、本当にちょっと前後動かしたんだけど本当数メーターしか動いていません。はい、えー、じゃあ僕のワークス君、えー、現在の走行距離。えー、気がついたら77,286キロになっておりました。えー、それぞれ S6 と僕のワークス君、この距離を、まあ、ゼロ地点としてですね、えー 今年の夏、そしておそらく来年の夏も持つであろうと思われる、このポテンザ RE71R え、これの、まあ、どんどん、えー、ま、魔法していく、えー、そういった状況なんかもですね、えー、お伝えしていければなと思います。え最後に、え、嫁さんの、えー、今年、初めて履きました、えー、ブリジストンの、これ何、な、なんでしたっけえー、っと、すいません、あの、あ、ブリザックの VRX3 ですね。はい。まだイボイボがちょっと一部残っている。そんな感じです。これリアタイヤですね。で、えー、僕の、えー、ワークスクーに履かしてましたアイスガード。これは横浜さんですか。 もう実はもうスタッドレスタイヤとしての寿命がついに尽きてしまったと今年の冬なんでこんなに滑るんだろうと思ったらもうスタッドレスタイヤとしての寿命終焉を迎えていたということであります僕どうしようタイヤ、はい、嫁さんは新品ですのでまだまだ、ね、これから先の冬も大丈夫だと思いますということで大した内容ではありませんが S6 と僕のワックス君に履かせたポテンザ RE71RS 長期テストに入りますそれではまた